こんにちは、カーピです。 2022OB 第3弾登場選手予想パリーグ編です。はい、登場日が見えてきました。 OB 第3弾、この動画ではパリーグ6球団の候補選手のチェック、そして12球団のラインナップ予想を発表していきます。セリーグ編の動画は概要欄に貼っています。この動画と合わせてぜひどうぞ。 OB 3弾の登場日について結論から言いますと、12月20日からの1週間、ここが一番可能性高いと見てます。去年に近いパターンですね。年末年始のダルサンセレクションにつながるパターンですね。次に可能性が高いと思うのは12月15日から登場するパターンですね。これはスパークコラボがこの日までと判明していますんで、そこから OB 3弾につながるパターンですね。おそらくこのどちらかでしょう。はい、動画の最後では12選手予想まで発表しますんで、ぜひ最後までお付き合いください。では行きましょう。オリックスから行きましょう。この表はこれまでの OB 登場選手を一覧にまとめたものです。今年登場した選手は赤の枠で囲んでいます。現在は4選手が登場していますね。選手の能力は最新版のもの。初登場のタイミングは黄色のセルで表しています。年度変更があった選手は薄紅色のセルで表示。矢印マークは上向きは登場の可能性が高いと考える選手、下向きはその逆、登場の可能性を低いと考える選手ですね。他、味方は左の注釈をご覧ください。はい、オリックスはここまでブーマーさん、佐藤達也さん、福良さん、岩隈さん、ファースト、中継ぎ、セカンド、先発と登場。外野手はまだですね。先発投手ももう一人ぐらいは登場しそうですね。過去サイクルから外野の候補を見てみますと、高橋さん、美濃田さんあたりですかね。特に美濃田さんはミートパー走力、オールエイド落ちが可能。登場すればリーグ必須級の選手になるでしょう。先発では山田さん、長谷川茂俊さん、鈴木圭司さん、特にこの3人が気になりますね。オリックス新規候補リスト、先ほどの表は再登場の候補選手、こちらは過去に出たことがない新規の候補ですね。はい、外野手がまだ登場がないということで外野を主に挙げてみたんですが、非常に強力ですね。特に長池さん、土井さん、この2人はミートパー A 同値クラスの能力を期待できそうですね。先発投手では米田選手に期待したいですね。登場するかしないか年代的にギリギリかとは思いますが、ステータスお化けになりそうですね。ソフトバンク、ここまで城島さん、川崎さん、摂津さん、吉村さん、キャッチャー、ショート、先発、ファースト、ソフトバンクも外野手の登場がまだありません。リリーフもないですね。過去サイクルから再登場の候補を見ていくんですけど、意外と候補少ないんですよね。ホールトンさん、マハラさん、杉浦さんと挙げてみたんですけども、まあ、ただ OB2 弾では巨人高橋さんの再登場もありましたからね。詳しくはセリグ編でお話ししているんですが、サイクル関係なく出てくるパターンも考えていきましょう。ソフトバンク新規候補選手、はい、まだ未登場の外野手、そしてリリーフ投手を重点的に挙げました。外野ではバルデスさんを有力候補として挙げたいところなんですが、 JRFPA の所属を確認できていません。 JRFPA は日本プロ野球外国人 OB 選手会の略ですけれども、近年はこれに属する選手が多く登場している傾向があります。まあ、所属していないからといって登場しないわけではないんですが、所属の有無は登場を占う上での重要指標ですね。そういう意味ではペドラドさん、会員であることを確認できていますので予想しやすいんですよね。能力的にも面白い数字になると思いますし、特にコントロールは最高クラスの査定になると思いますね。西武、ここまで石毛さん、秋山さん、GG 佐藤さん、森慎さん、ショート、センター、ライト、抑えですね。先発投手はまだ未登場。内野手ももう数名出てもいいですよね。登場サイクルから有力候補を挙げていきますと、先発では各大元さん、石井さん、和田さんは西武か中日、どちらかはあると見ています。西武新規候補リスト、豊田さんを候補に挙げていたんですけど、同ポジション石毛さんが出ましたんで可能性はダウンでしょうね。マルティネスさん有力候補に押したいですね。走力守備力は分かりませんが、打力の方はミパエ同値クラスでしょう。 JRFPA の会員であることも確認できています。清原さんは通常 OB で出るイメージが湧かないですよね。あるとすればダルビッシュさんのセレクション、もしくは清原さんコラボといった形じゃないかなと。楽天、ここまで有目さん、ジョーンズさん、イジリサーさん、青山さん、中継ぎ、ファースト、センター、中継ぎ、早くも中継ぎ2枚目が出ました。楽天はシリーズ1も中継ぎ天国でしたよね。もう中継ぎはいいだろうと。ここらで打てる選手が欲しいんじゃないですかね。ミートパー A 持ちの選手で再登場の候補となると、哲平さん、山崎武さん、フェルナンデスさん、
リックさん、草野さんといった選手たちが候補になるでしょうか。楽天新規候補リスト、ペゲロさん、ブラッシュさんは有力候補ですよね。所属してから間もないですし、権利面もクリアしやすいのではないでしょうか。ペーニャさんも楽天のシーズンがあったんですね。ファルケンボーグさんも楽天のシーズンがありますね。ニコライオさんは中継ぎ3枠目になっちゃいますからね。もう今年はないでしょう。となると広島があるかもしれないな。ロッテ、ここまで里崎さん、山内さん、ヒルマンさん、ディアズさん、キャッチャー、レフト、先発、レフト、今年のロッテ OB 強力ですね。まだキャッチャー以外の内野手がありません。投手もまだまだ出てくるでしょう。再登場候補、内野手では初芝さん、フランコさん、落合さんあたりですかね。これで落合さんも出てきたらロッテ OB やばいですね。はい、ロッテ OB 新規候補リスト、内野手では西岡剛さん、ショートはロッテ人生の補強ポイントでもあると思いますし、そういう意味でもハマる選手だと思うんですよね。イスンヨプさんは過去に巨人で登場していますが、過去の登場から5年経過して球団変更もそろそろ気になる頃でしょう。投手では渡辺俊介さん、黒木さんが特に気になっていますが、ダルビッシュさんのセレクションで選ばれる可能性も高そう。日本ハム、ここまでは岩本さん、張本さん、坪井さん、田村さん、先発、レフト、ライト、キャッチャーですね。他球団と比べると若干ラインナップが弱い印象もありますね。ここらで強力な選手が来てもいいのかなと。となると再登場候補では大杉選手、セギノール選手、この2人ですかね。特に大杉さん、ヤクルトでペタジンさんが出ましたんで、ハムの可能性はアップと考えることができるでしょう。日ハム新規候補リスト、古谷さんどうでしょう。今年3割30本ですね。ミパ A 同地クラスの査定を期待したいですね。他外国人選手で強力な OB がいるんですよね。ここではクルーズさん、ソレータさんと名前挙げたんですが、この2人は JRFPA に所属しているかどうか判明していません。他ウィリソンさん、アブレイさんなんかも会員かどうかわからないんですよね。例えばフランクリンさんは会員だと分かっているんですが、査定は大きくは期待できないかもしれませんね。投手では高橋直樹さん面白いと思いますね。制球スタミナ移動地可能、かつ中継ぎも可能なお化けステータスてな感じで、リーグ的に面白い存在になりそう。では最後に OB3 段12球団ラインナップ予想発表しましょう。どうぞ。はい、おそらくガチャ60連自チーム確定枠がある段になるでしょうから、めちゃくちゃ強力とはならないと予想しました。ちょっと新規選手が多すぎるかもしれませんが、雰囲気はこんな感じではないでしょうか。はい、というわけで OB 第3弾予想でした。あなたの意見もぜひコメント欄で教えてください。はい、このチャンネルではプロスピエスカープ純正のプレーの様子を発信しています。ぜひチャンネル登録いただいてプレーの様子見ていただけると嬉しいです。登録よろしくお願いします。以上